はい、今日は僕の、昔からの京浜ピストクラブ出身、神奈川を代表する、競輪選手だった佐々木達也プロ、来ていただいてます。今日はですね、私たち素人があまり知らない、今達也選手は日本のワールドカップチーム、ナショナルチームですね、そこで仕事をしてますので、かねてから僕が聞いてみたいと思っていたこのチェーンのテンションについて、世界のトップの選手たちがどういうテンションで、トラックレースに臨んでるのか、佐々木達也プロに聞いてみたいと思います。たっちゃん、この今僕のこの中川練習バンク走行用ですけど、こんなテンションですけどどうですか？ちょっと緩いですね。緩い、はい、今例えばワールドカップに出る人たち、どのぐらいのテンションなんですか？結構張ってますよ。結構張ってる、はい、ギアもかかってますし、はい、いかに助走を、ね、早くするかなんで、うんうん、送られてくるあれのが、ね、大事なんで、うん、結構張ってます。具体的に張ってるっていうと、まあ、これ自分の場合はドライブ抵抗を低くするために緩くしてますけど、もう結構カンカンに張る感じ。そうですね、はい、カンカンに張る、はい、カンカンってもちょっとは、ね、遊びあるかもしれないです、うんうんうん、それはやっぱり後輪の反応性を良くするためっていうこと。あと流れをスムーズに、流れを、はい、あとかもしれない、ということです。まあ我々素人は足に来ないように、テンションを緩くするっていうことを今僕だとかはやってましたけれども、まあ、今佐々木選手の話ですと、現在のトップ選手、世界のトップ選手っていうのは張り気味でアタックをかけているということでございました。以上です。よろしくお願いします。